マイターン東広島。この番組は東広島市から催し物や生活に関する情報をお送りします。東広島市の史跡文化財を見て歩く会が4月29日に紫波町で行われます。内容は西紫波地区の園芸センターを出発して二宮神社や西蓮寺などを回っておよそ9キロを歩きます。持っていくものは昼食や飲み物、雨具などです。参加費は500円で中学生以下は無料です。お問い合わせは東広島郷土史研究会までどうぞ。私の町大好き秋津、山の上から秋津を見てみよう、この山ウォークが4月27日に秋津町のこの山で行われます。風早地域センターを出発してこの山の山頂を目指して片道1時間程度歩きます。定員は15人です。参加を希望する人は秋津障害学習センター窓口かはがきまたはファックスでお申し込みください。締め切りは4月18日です。豊坂町の自然と歴史をめぐる旅飛鳥編第2弾が5月13日に飛鳥地域センターで行われます。内容は飛鳥地区にある水晶や文化史跡を第1弾とは別のルートで巡ります。定員は15人です。参加を希望する人は豊坂障害学習センターの窓口か電話またはファックスでお申し込みください。お茶のいろいろ緑茶と紅茶作り体験が5月25日と26日に豊坂町の野見地域センターで行われます。内容は茶摘みを体験して5月25日の1回目に緑茶、26日の2回目に紅茶を作ります。紅茶を発酵させる間に人権をテーマにした学習も行います。定員は8組で材料費800円が必要です。参加を希望する人は豊坂障害学習センターの窓口か電話またはファックスでお申し込みください。気ままに黒瀬探索ゆっくりまったり黒瀬を知ろうがご覧の日程で黒瀬障害学習センターで行われます。内容はウォーキングマップ in 黒瀬を参考に黒瀬町内をお散歩気分で探索します。定員は30人です。参加を希望する人は黒瀬障害学習センターの窓口かはがきまたはファックスでお申し込みください。次に図書館からのお知らせです。やってみよう昔の遊びが4月23日に黒瀬障害学習センターのイベントホールで行われます。昔遊びの体験と昔話の読み聞かせをします。対象は小学生以上で保護者同伴の場合は未就学児も参加できます。最後に4月1日から施行された受動喫煙防止に関する条例についてです。この条例は誰もが健康で快適に暮らすことができる生活環境を確保するために施行されました。5月31日からは駅前広場や公園など人が多く集まる場所が受動喫煙防止区域に指定されます。受動喫煙を防止するための措置が講じられている場所以外では喫煙ができません。受動喫煙による健康への影響を考えて望まない受動喫煙を生じさせることがないように努めましょう。マイターン東広島では市民の皆さんに暮らしに役立つ情報をお送りします。次回もどうぞご覧ください。